お城。数珠をつけてるけど、化け物、生き物、あまりに非現実的でバカバカしい見た目、わからないことだらけだが、本能が告げている、この島自体が危険だと。面倒だ。離れてろと言ったろ。はい。生物ではあるか。忍びの鉄則その5、得体の知れぬ相手とは対峙すべからず。逃げる。二人で、一人で。承知していた。でも違った。ほんの数刻前までとはもう全てが違ってしまった。ああ、とてもこの世の光景じゃない。ここは極楽浄土、それとも。理解し飲み込むことだ。生物なのか。時に理解しがたい状況もあるが。なら殺せるな。すぐに飲み込む。それが兄さんの強さだ。いつだってそう。兄さん。トーマ、バーゲモンの間抜けるぞ。はい。飲み込めぬならすぐさま逃げるもまた適応。兄さんは変化の天才だ。ただ一つ。兄さん。強さとは変化すること。ずっと変わらないものなど。ここから先は倒産。おー、
やっぱバケモンの武器はバケモンに有効だな。いいぞ。お前のおかげで獲物拾う時間ができたぜ。兄さん殺しは罪です。虫にも命があるんだよ。魚にもあるよ。傷つけてはこいつら喋んのか。兄さん、これは本物の神仏。ここは極楽じゃなく地獄。罪人に仏罰を下すための。うせんだよ、罪ってよ。悪な罪だ。貴様とかてめえらが決めたもんだろ。正しさに従うしかもねえだろ。てめえの欲もねえ気質も。これ以上口出しされてたまるか。俺は俺のやりたいようにやる。俺の主君は俺だ。俺の神も俺だ。兄さんの強さは変化だ。そして変わるからこそ浮き彫りになる。絶対に折れない自我だ。